大家好。我是艺术广世。台湾の監督でも本当に世界的に尊敬されている映画監督がたくさんいると思います。もうぜひやっぱり台湾のそういう監督たちと仕事をしたいんですけども、まあ今ふと思いつくのはやっぱりホウ・シャオシャン監督の体調を壊されて引退されたというニュースを日本で見てとてもやっぱりこう残念に思いました。いつか出会えるかと思いましたけれども、でもやっぱりホウ・シャオシャン監督のこれまで撮ってこられた映画が本当に世界中の映画人に影響を与えた素晴らしい貢献を映画界にされたと思って尊敬しています。那我觉得台湾的导演有非常多的创作者，在全世界也是非常知名，我都很希望可以有机会可以一起跟他们工作。但是我现在很直觉的第一个时间想到的，当然还是侯孝贤导演。那我在日本看到他因为身体的因素，然后现在要从影坛隐退的这件事情呢，我真的是打从心里面觉得非常的可惜，因为本来还有一些期待是希望有朝一日可以合作的。那可是不过我觉得他以往的作品真的是备受世界爱。然后也对于世界的电影圈的，就是做出非常多的贡献。まあ60年というのはもうまあ僕が7歳の時に始まったこの長い歴史の映画祭で、まあアジアの中でも本当にこの金の映画祭っていうのは本当に権威のある映画祭だと聞いてますし、華やかな写真を何度も見たことあります。まあ、ここまでやっぱり映画祭がこう持続していくっていうのはやっぱり映画祭の実行委員の方もそうですけども、やっぱりほとんどの映画祭ってやっぱこうボランティアで協力してくれる人たちが活躍されているからこそ映画祭っていうのは持続していけるものだと思います。これから70回、80回、100回に向かって新しいこの映画を愛するスタッフの人たちがこの映画祭を守っていかれることを心から祈っています。那我觉得金马今年第60年了，也就是说，它是从我七岁的时候就开始有的电影节，所以其实我一直都知道它是在亚洲当中非常有地位的影展，而且我常常在网络上也有看到每次举办的时候非常盛大的场面跟照片这样子。然后我觉得能够就是举办这么久的时间呢，一定是有非常热爱电影的执委会在背后。那同时，我觉得世界各地的电影节其实都是有除了执委会以外非常热爱电影的一群人，不管是义工还是其他工作人员，大家一起就是呵护这个影展，他才有办法走到今天这一步。所以希望接下来的第70届、第80届，甚至到100届，这些爱电影的人都还可以在一起守护金马